さあ始まりました J-COM 福岡ジーンズ館、よろしくお願いします。最初はあの歌から始まる件ですね。よかったらちょっとこんな風に揺れてもらったら嬉しいです。 J-COM からお届け福岡ジーンズ館、ありがとうございます。ナイスでございました。はい、J-COM 福岡ジーンズ館、この番組は福岡を舞台に活躍されている方団体を人となりに触れながらご紹介をしています。案内役は私岡部八郎です。そして今回のゲストは NPO 法人部活ガンバの理事長をされています森正蔵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回はビデオ通話を使っての、ね、リモート収録でお届けします、はい、と言いながら森さんの部屋をじーっと見てると、はい、僕もウクレレする件ギターが壁にかけてあるのはめっちゃ気になるんですが、はい、その反対側のあの丸い大きな円の、はい、それでかいバッチですね。何ですかそれ。フリスビーですね。まあ、本当だ。私がやってる競技はディスクゴルフという競技をやってて、あ、まあ、聞いたことありますよ。海の中道にディスクゴルフ場がありますね、福岡市。あそこで大会だったり講習会だったりしてます。ちょっと投げるポーズの真似してもらっていいですか。これですね。まあ、100メーターぐらいは飛ばします。あの出前かみたいな感じですかね。あれ違うか。ゴルフなんで投げてゴールに入れるという競技なんで。どれぐらい飛ぶもんですか。100メーターぐらいは飛ばせます、ね。一回こうシュッて下げる。そうですね。体で。まあいろいろあの大会を開催したり、もちろん大会に出たり。大会の開催とか。そうですね。何年ぐらいされてるんですか。ディスクはもう40年ぐらいやってますね。あ、プロや。失礼しました。まあ、はあ、競技者としても運営としても。わかりました。協会運営してます。はい。ありがとうございます、森正蔵さん、まあ、皆さんここまで聞いたらね、今日はフリスビーのなんかプロの方の話これだけでも十分しゃべれます。今日はちょっとそれ置いといて、はい、森さんのプロフィール手元にあります、紹介させてください。森正蔵さん、1961年福岡市のお生まれ、60歳です。福岡県の中学校そして高校の部活動の情報とかですね、それからあの、まあ、大会とかの結果ですねを集めたインターネットサイト部活ガンバを運営している NPO 法人部活ガンバの理事長として活躍されています。ありがとうございます。はい、今回は森さんにね、その辺の、まあ、部活とその県内にね、いろんな情報を伝えていくそんなシステムのお話なんかも聞いていきます。で、森さん、その今ねご紹介した NPO 法人部活ガンバなんですけども、はい、まあどんな取り組みをされてるんですか。さっきあのホームページで見てると、まあそれはたくさんの部活が、はい、吹奏楽とかもね、普通のあのスポーツ部だけじゃなくてね、いろんなクラブも入ってて、はい、結果とかそれから部活のメンバーの紹介とかいうね、あの映像もありましたけども、どんな内容になってるんですか。はい、ですね、まあ、あの一応 NPO 法人部活ガンバとして の活動は、もう先ほど の福岡県のスポーツとか文化活動を応援するサイト部活ガンバですね、このサイトの運営と、あとですね、福岡県の中大連とか高大連、はい、これ公式サイトも運用してます、はい、ものすごい量の中学校高校の部活動情報が入ってきます。それを、まあ、部活ガンバでも共有するんですけどね、途中結果を載せたりとかですね、写真載せたりとか、はい、あとは、まあ、あの中学高校に関わりがありますんで、はい、関わるイベントとかいろいろ学校の行事に協力をするが私たちの活動ですね。忙しいですね。楽しいですよね。あ、楽しいんですね。今のことが一番良くないですよね。それ何十人のメンバーでやってるんですか。今ですね、たった2人でやってます。これだけの情報、はい、本当に2人だけですか。2人だけでこのサイトを運営してます、ね、活動、はい、取材とか行くでしょ。ですね、もう取材に行ったらもうその行った先の情報しか入らないんで、もう情報が集まるような、まあ、仕組みっていうか人とのつながりを作って、まあ、先ほど言いましたの、はい、
中大連とか高大連の公式サイトを運営してっていうことはもう自然と先生方から情報が集まってくる、はい、まあ、そこでまた違う公式の大会以外の大会もありますんで、はい、そういう情報も、まあ、そういう情報はもう部活頑張りにしか載ってない情報がたくさんあるんですよね。本当新聞にもう載らないような大会いっぱいありますんで、はい、そういう情報をこう載せてますね。だってちょっと 前までは福岡市のね、例えばまあ西日本新聞だった都市圏版の中に何々中学校の大会何対何とか言っておーおーおーって昔はね見てたんですけど、もっとこと細かな早い情報がどんどんネット上に上がっていくわけですね。はい、競技に載ってますんでぜひご覧いただけたらと思います。なるほど、はい。もともとはこういうインターネットの仕事なんですか、お仕事？いえ、もともとは中学校の先生をしてました。教壇に立って、ああそうですね、はい、教壇に立って、え、金八先生のように、そうです、うん、そうです、そんなしなくていいです、はい、何科の先生ですか、中学校？私はですね、技術家庭科の先生いました、はい、僕も技術家庭科の先生怖かったです。だからもともと僕パソコンよりも木材加工、木工が好きなんですよ。あ、大学では木工が専門で、いろんなものを作ったりしてました。そうなんですね、はい。で何年ぐらいされました、中学校の先生？21年間ですね、21年間。21年、はい、24歳から45歳まで、まあ20年中学校の先生をされた後、うん、はい、それからこの部活頑張りに行くんですか？そうですね、あのですね、いろいろこう振り返ると、いろいろ途中途中にいろんな、きっかけとか出会いがあって、はい、まあ、あの陸上部を持った次の学校では水泳部を持ったんですね。で、もうもちろん水泳もやってないし、うん、でもまあ水泳部の顧問生いないからやって、ただまあ、水泳部のいろいろだんだん運営に関わるようになって、で、まあ、あの4年間ですけど、福岡市の水泳の専門部長といって、福岡市大会をもう、はい、主催するもう一応役員になったんですね、うんうんうん、それからずっと水泳には関わってて、今も夏になったら水泳の大会には昔と同じように大会の役員として参加をしてます。で、まあ、その水泳の顧問になって役員をして、それをホームページに結果とか日程とか大会要項とか載せたのが、その実はこの部活頑張る始まりなんですね。部活ガンバの根っこはその水泳部の顧問になって結果とかなんかをまとめて皆さんに知らせていた、そこですね、喜ばれた、でまた作ろう、もうちょっと込み切ったやつを作ってみよう、他のスポーツもやってみたいなと。そしたらもう学校辞めるしかないなみたいな。いや、そこの辞めが違うと思うけど。でもあれですよ、考えたら森さんは野球部とかいろいろほらスコアラーとかありますよね、あれも大事な仕事でしょうけども、記録を残していく、浮いてますよね、そういうのもね。あ、かな。でもですね、うん、やっぱり野球は野球をしてないとですね、あ、そうなんですね。競技だから、もう競技といったらもう自分はそのもうディスクゴルフぐらいしか知らないみたいなもんで、本当水泳もその技術的なことを教えるっていうよりも、やっぱ中学校の部活動って、まあ、精神的なこととか、まあ、チーム作りとか、そっちも大事なんで、うん、まあ何より勝つことですもんね、やっぱね、県大会に行くとかね、まあ、中学校の場合はもうその個人個人のスキルを上げてやれば、あ、そうか、結果は後からついてきますんで。それでそのまあこういうことができるぞと、記録をまとめたりとか、そういう、はい、それを仕事にしようと思われたんですか、それ？そうですね、というのは、まあ、当時 ありました、そういう仕事って。ん、当時はそういう仕事ってあったんですか？いや、ないですね。だから本当もう16年前なんで、まだまだ、まあ、学校にはインターネットはあったんですけど、そういう部活動の情報っていうのはもうほとんどない、うん、なくて、まあ、個人的に発信してる方はいらっしゃったんですけど、うん、はい、もちろん中大連とか高大連とか公式のサイトもなかったから、うん、もう結局大会の情報っていうのは学校で配られる、顧問の先生が配られるプリントに載ってる、うん、 そうでしょうね、その程度の、うん、でどこ、例えば区大会から市大会に勝ち上がったらどこと当たるかっていうのは顧問の先生ぐらいしか知らないんですよね。うーん、今はですね、こう、もう組み合わせが出て、
ガンバ乗ってるし、中大連、高大連の公式サイトもあるから、そこでどう当たって、どこ勝ったらどこと当たるなんて分かるんですよ。自分の学校が勝ち進んだらここに当たるんだって見ますよね。あと、その学校、あと対戦する学校が過去の大会でどんな成績を収めてるか、そういうのも分かるから。だってもう今のね、あの中学生とか高校生はスマホとか持ってるでしょうからね、はい、もうどんどんそれで見ながら、そうですね、で情報を得ていくんですね、はい、で、あの森さんちょっと話変わりますけども、僕も剣道中学校の時やっとって、市大会でいいとこまで行ったりとか、まああったんですけども、はい、やっぱり1回戦とか2回戦で負けて一生懸命1年間頑張ったのに負けて残念っていうチームあるじゃないですか、学校で、はい、そういう応援のなんかはないんですか、そういうなんか。実はですね、敗者復活戦じゃないけど、なんかそういうのあったらいいなって、僕らになかったけど、今もないですよね。いや、実はですね、私、その思いやっぱあるんで、自分も苦手だったし、やっぱ勝てなかったけど、いいチームはいっぱいあるんですね。そこにもう一回チャンスを与えようっていうので、ガンバカップっていう大会を4種目でやってます。敗者復活戦とは言わないんですね。そうですね。ガンバカップというわけですね。はい、野球、サッカー、卓球、バドミントンなんですけど、まあ、野球、サッカーに関しては、まあ、福岡市の学校が中心になるんですけど、はい、福岡市の大会に、市大会に、新人の市大会に行けなかった、あと1勝ぐらいしとったら行けたかもしれんっていう学校を集めて、ガンバカップをやるんですよ。おー、すごいすごいすごい。いや、いいですよ。まあ、ね、サッカーでも野球でも、同じチーム同士がもう一回戦ったら分からないじゃないですか。分からないですね。だからたまたま負けて市大会に行けなかったけど、力は持ってるっていうところ、それとかもうその負けたけど非常にいいチーム、もう挨拶がよくできて片付けもちゃんとやるっていうチームがいっぱいあるんですよね。かっこいい。はい、そういうところを応援したい。それとですね、卓球がいいんですよ。卓球の大会、卓球はですね、学校によっては1チーム男子だけで30人がいたりするんですよ。そんないるんですか。はい、そしたら上にで市大会と、あの大会に、中大の大会が出れるのは、そのうちのレギュラーメンバー6人とか。そうですよね。あとの30人だったら、あと24人はずっと応援です、公式の大会に出れないですよね、ちょうど、まあ、福岡市の新人大会が12月にあるんですけど、はい、そこにはもうずっとその出れない子はずっと応援だけですね、区大会から市大会まで。でもその子たちを今度は市大会に出してる。だからチームに、学校によっては3チーム、4チーム、5チーム出る。ああ、そういうことですね。そしたら、市大会に出てるチームが今度は応援に回るんですよ。そうすると今まで選手、応援っていうのが、今まで選手、大会に出てた選手と応援してるのが逆転するんですよね。そしたら逆の立場にあって、ああ、自分たちはこうやって応援されてたんだと。そういう感じで、はい、逆転して、その、市大会に出てた子が、そのチームのコーチで入ってたりするんですよ。すごい。先生の席に市大会に出てた子が座ってるんですよ。そして、中学生が、その生徒に、お願いしますって言うんですよ。こうしてこうしてとか、もうね、そこがね、めっちゃ微笑ましくて、でもそれもガンバカップ大会最高。ガンバカップを始めたね、おかげでもありますよね。これはもう先生方も大変喜んでいただいてて。J:COM からお届け、福岡人図鑑。さあ、そのね、NPO 法人のですね、部活ガンバをされています理事長の森正蔵さん、まあ、こういう活動されててもう楽しくてしょうがないと思うんですけど、はい、特に楽しいというか、特にこのやってたやりがい感じるっていうのはどの辺ですか。そうですね、やっぱり本当私はですね、子どもたち大好きで、まあ学校でなんでこうなんか嫌で辞めたのかなって言われることあるんですけど、いや逆に学校が大好きで子供たち大好きだから、それを応援したいがために学校を辞めて、外から応援しようということで始めたんですよね。だから、まあ学校を最初離れて大会とかやってなかったけど、取材に行ったりすると、まあ子供たちに会ったりですね。まあ今大会とかやると子供たちと会話したりしますよね。本当に可愛いんですよね。
教員してた時はやっぱりね大変な方が大きかったんですけど、やっぱ子供と関わる仕事ってこんなに幸せなのかと、自分はやっぱり学校におったのと、あと外に出て、まあ、民間として仕事させてもらって、本当にどっちもいい経験させてもらってるなと。でやっぱ学校の現場にいた時にはわからないことはやっぱりたくさんありますし、やっぱり民間の方も大変苦労されてるなっていうのも分かってですね、だからまあ子供たちと関わっていることが非常に楽しいということはまたさらに実感してて、まあ、その子供たちを、まあ、直接じゃなくてもこうやってサイトで応援できていることが、まあ、一つやりがいで嬉しいし、まあ、保護者の方もすごく見てもらって、いつも見てますとか言われたりですね、ありがとうございますとか言われたりするんで、そのありがとうって言われる言葉が本当に生きがいですね。まあ、16年目やってると、はい、まあ、いろんなつながりが出てきて、ええ、まあ、こうやって、まあ、JCOM さんとつながったりとかですね、あと西日本新聞社さんともつながって、うん、記事がとかガンバの広告が新聞に載ったりですね、はい、するんで、もういろんなつながりあるので、福岡でもう中学生高校生だけじゃなくていろんなスポーツやってる方 もう応援できたり、結構マイナーでも一生懸命されてる方いらっしゃるんですよね、まあ、自分もさっきのディスクゴルフやってみたいに、はい、一生懸命そこにはそういう、非常に幸せな空間があって、そこをどんどんもっといろんな人に知ってほしいんで、まあ、部活我慢の中ではそういうところも部活以外のところも応援していきたいなというふうに思います。いいですね。そしてやっぱ部活ガンバがこれだけの、まあ、県内の、僕もホームページもう一回見ながら、たくさんの部活と学校住民さんものすごく多いじゃないですか、はい、これをまとめているって一番の苦労は寝る時間があんまりないってことですか？これ忙い大変でしょ、だって2人でやってるんでしょこれね。いやまあですね、もう大体やっぱり忙しいシーズンは大体こうね、高校だったらこの4月5月6月で、中退になると今度中学校になると6月7月が忙しい、はい、で、はい、夏はちょっと空いて、でまたこう新人大会があって、はい、でまあもうだんだんこう慣れてきたし、情報をくださる方も非常にこう慣れておられるので、やっぱ大変は大変です、時間はかかりますけど、まあ、大変とは思わないですよね。大変といえば、でもこのコロナ禍でも部活がねちょっと休みになったりと、はい、学校休みもありましたしね、はい、中学生高校生ちょっと正直へこんでた時期もあったんじゃないですかね、はい、やっぱり始まるとみんな嬉しいですよね、友達も。そうですね、もう去年は本当大会がなかったんで、うん、もう去年はもう全部中止の連絡しか来なかったんですよね。一応こうスケジュールが来て大会の日程と、はい、で中止中止中止でどんどんずん中止が伸びていく、でも今年はやるよやるよやるよっていう感じで情報が来るの で、今までそれが当たり前だったのが、うん、いや今当たり前が当たり前じゃなくなったっていうことですよ ね、幸せなんだな。もうやっぱり子供たちだけじゃなくても保護者も応援してるし、先生たちも一生懸命頑張っておられるので、やっぱ本当部活ね、いろいろまだ課題がたくさんあるんですけど、やっぱり前向きな力がたくさんあるので、それを集めてもっともっと世の中を明るくなればなというふうに思ってるんですよ ね、それだけ子供たちは力を持ってますもんね。いや、この部活ガンバのホームページがあるだけでみんながつながるし、はい、新しいなんか情報と新しい友達もできたりするから、いやものすごく大事な、僕ね福岡県の器だと思うん で、はい、で続けてくださいよ、やめないでくださいよ、絶対に70、80まで続けてくださいよ。そうですね、健康でおらんとですね、だって日本でこんなことやってるのは福岡県だけですから。え、そうなんですか。できないです、はい、うわー、もう全国の先駆者じゃないですか、部活ガンバの坂本龍馬ですよ、まさしく。ありがとうございます。全国走り回っていやいや君たちの件もやめさせてくださいよ。でも新しい部活の夜明けぜよですよ、まさしく。はい、ありがとうございます。いや、これからの、まあ、何よりですね、このサイトをやっぱり運営されている森正蔵さんがお元気じゃないと、そうなんですね、みんなとつながっていかないんで、はい、まあフリスビーされてる、ギターも弾き音シャーケン大丈夫と思いますけども、はい、これからも応援してます、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日は NPO 法人部活ガンバの理事長、森正蔵さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。サンプカノです。ありがとうございました。